あっくくんが一声ですね。母さん、バンジュラモンスターさん、やすべえさん、ひとりごとさん、ギフトありがとう。やっほーまる、こんばんは。ただいまです、ただいまです。イエーイ、こんばんは。資格試験がやっておりまーす。お疲れ様です。マックス谷川350号さん。なんかちょっとずつ違う。面白い。お疲れ様です、こんばんは。やっほー、やほやほやほー。てっちゃん、くりちゃんもギフトありがとうございます。やほい。こんばんは、こんばんは。とりこもちさん、こもちん、ギフトありがとうございます。そう、今日はイベントありがとうございました。ハグプロハグプロライブありがとうございました。チャートリーやばすぎ、かわいかったじゃね。間違えた。楽しかったです。ピン、かわ、これはプレゼントでいただいたやつをつけてみようと思ったんですけど、あっとんかな、つけ方わからん。つけ方絶対違う、あっとる。まあ、いっか。ハラプロじゃない。ハグプロ、ハブプロ、ハグプロ。ハラプロは違う。面白い。こんばんは。スケモンさん、バラありがとうございます。楽しいライブの更新おめでとうな。いや、やばかったね今日は。すごかったよ。ハグプロ、ハグハグハグプロ、お疲れんこんありがとうございました。すごいね、あのオールスタンディングでね、やべえ。やっぱオールスタンディングに限るな。思いません？名古屋に帰ってきたよ。おー、無事で、ご無事でよかったね。ありがとう。こんばんは。ハグプロ、事務所の名前らしいですね。ハグプロっていう事務所の名前。思う？嬉しい。はじめまして、ちかちゃん、ありがとうございます。 STU48 ミネアスアリサです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。オールスターしか勝たん。いや、それな。目線の位置だとか見やすかった。それな、楽しかった。なんかすごい、とりあえずジャンプしてた。イエーイって。そう、すごいジャンプして、めっちゃ盛り上がってた。ふぉーってから、そう、めっちゃ盛り上がってたし、あとなんか近すぎてオニオン、オニオン、そう、近すぎてやばかったし、あとね、サイクリングで俳句みたいな才能ありますね。嬉しい。恥ずかしい。ありがとうございます。ドレティお、ハッシーハートありがとう。ハート、あと何やったっけな、なんかね、初めて ST ホ、なんかそう、他にも26時のマスカレイドさんとか他のアイドルさんとかもいたから、そう、 ST のファンの方じゃない方も見てたから、そう、 ST はじ、ちょっと初めていらしたみたいな。そう、初めて、俺初めてみたいな時に手挙げとった人がなんか一生懸命アリサコールしちゃったの。面白かった。なんで知ってんのって感じ。いや、普通にびっくり。そう、いや、俺初めてですみたいな人が、そう、アリサなんで知ってんのって感じ。それになんか積もってしまってから、いや、面白かったんだ。え、どういうこと？だって、いや、ほんまに面白かったよ。そう、なんかここら辺の、ここら辺にいた方なんですけどね、そう、ステージから見てここら辺ぐらい、ここら辺りにいた方なんですけど、そう、して俺初めてですみたいな4人ぐらいおって、それなのになんか一生懸命アリサコールしようって、どういうことなんで知っとるって感じだった。自己紹介する前よ、しかも。そう、しかも自己紹介する前。なんでな、めっちゃおもろかった。アリサコール聞こえた、めちゃめちゃ聞こえました。今日はアリサコールすごかったです。すごかった。初めてっていうのが嘘なんかな。あ、それもある、確かに。
そう、売れていいね。アリサコールすごい聞こえました、ありがとうございます。しかもね、あのめっちゃ黄色でね、どう見てもね、あのオニオン界隈やろうみたいな、どう見てもオニオン界隈の方がね、アリンコうちわ持ってね、ありがとうございます。フレピーナッツだよ、うん、正直者は俺だけ。マットさんだけが。楽しかったですね、今日は。すごかったです。ずんぐりむくい、ずんぐり、よく気づいたの、すぐ分かったんやけど、どう見てもずんぐりむっくりかよやが、ありんこそくもっとる。うれぴーね、嬉しいよ、ありそこおりしてくれて、どうもありがとう。後ろのにじます推しのお兄ちゃん軍団、ありさ一話がい、嘘やん、うれぴー、後ろの方見えましたか。すごかったね、すごい意外と入るね、キングダム、クレイジーママキングダム、久しぶりに行ったけど、意外と結構ガーンって奥行きがあるよね、なんかこうじゃなくてさ、こうじゃない、クレママクレママ600人も入るんかいね、あそこ、嘘、そう、なんかこう広いんじゃなくて、なんかこう広いけさ、なんかビョーンって感じ。後ろの方見えました、後ろの方で騒いでました、ありがとうございます、イエーイ。でさ、アリン家族少なかったですか。嘘やん、めっちゃアリサコール聞こえたなら気のせい。違う人かな、嘘やん、めっちゃ、そう、めっちゃ聞こえたよ。聞こえませんでしたか。あれ、そう、それは良かった。くれままくれまま、縦に広い、そう、縦に広いんですよ。後ろも多かった、アリちゃんコール、嘘、嬉しい、ありがとうございました、ありがとうございました。他のアイドル推しがみんなアリサ推しの。そう、びっくり、ビビったぜ。26時のマスカレードさん、すごいかわいい。よかった、後ろで叫んでたよ、ありがとう、聞こえたぜ。聞こえたぜ。毎度毎度ありがとうございます。そう、楽屋挨拶行ったらね、26時のマスカレードですって覚えちゃった、26時のマスカレードでーすってから、そう、すごいすごかった、ただの挨拶なのに、そう、お客さんにやるとかな、やるやつを普通にやってくれたんですよ、びっくりー。今日めちゃめちゃ可愛いで、ね、売れてー。そう、ただの普通によろしくお願いしますみたいな言いに行っただけなのに、そう、26、私たち26時のアスカレードですって。すげえ可愛かった、わろわろわろた。そう、だから STO なんかやらんみたいな感じになって、そう、それ終わった後ね、みんなだけになって、そう、STO 絶対やった方がいいよねって。あの候補は、あの無謀な夢である、S、 これが S ね、 STU 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 ポテトですみたいな。めっちゃ忙しい。STU だけはめっちゃ忙しい、私たち STU ポテトよろしくお願いします。マジで忙しい、面白い。あ、マスマートじゃない、そう、それか、もう一個はあのこれが S で、これが T で、これが U、 そう、回るときにやるやつ、 STU ポテト。ちょうどさです。面白い。おーってなりそう、確かに全然揃わん。絶対一生揃わんと思う。ダチョウ不採用。ピャーンピャンピャンピャーン。こんばんは、今日でチャートリ倒しになりました、おー嬉しい、
車取り倒し。トゥ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 。私たち STU STU のテッドです。超忙しい、超謎の動き始める。週末ひらやばいやろ、ももいろクローバーだったやんけ。ワリーダちゃんがお化け屋敷に行きたい、一緒に行きますか。絶対行かないです。お化け屋敷は断ります。ふうくんだるまありがとうございます。イエイ。しかもピンでかすぎる。ええな、これが流行りやから分からんけど、流行りやからよろしく。そうよ、流行りよ、分からんけど。分からんけど、これはプレゼントでいただいたき、つけてみようと思ったけど、あっとる、あっとんかな。こんばんは、こんばんは。しかもあの地味に地味にや、アリサはあの無謀な夢は覚めることがない、地味に今日初披露やった。わっしょい。そう、初めて踊ったよ。どうでしたか。無謀な夢は覚めることがない、初めてそうステージやりました、嬉しい。タタ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 タ、フルティーやったー、バチバチ。いやでもね、ツアーで着てるあの青いバラバラバラなんかな、青いお花のレースの衣装でねやったんですよ。だからあのヒールなんですよね、靴が。そう、あの無謀な夢は覚めることがないっていうダンスでね、あの結構片足立ちでツアー止まっとくところが多いんですよ。だからもう超超フラフラしてた。やばかった。もうやばすぎたよ、本当にもうこけそうだった。手を伸ばし続けられるツッ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 とかね、そうなんか片足で立っとくんやけどさ、一人で早く足使うかなめっちゃこけそうやった、ほんまに。あぶねー。でも多分バレんかったと思う。視界に隠れとった。体幹が弱ってきてたわ、びっくり。裸足になればが、確かにね、裸足で踊るダンスやけ、裸足でやりたかったよね。手を伸ばし続けられる。STU STU、そんな低い星を見たのはその、愚かな奴らと笑われたって行ったことない世界へ。もうはーいじゃん。ダンスかっこいいよね、わかる、結構好きよ。アリサは無謀な夢は覚めることがない、結構好きです。そう、 ST48 の中でそう一番に踊り出るぐらい好きかも、表題曲 4枚の中で。そう、結構好きですわ、歌詞も好きだし歌詞も好きだしダンスも好きだし、そう曲調も好きわ、好きやわ。振り向く瞬間急に顔がそう、わかった。しかもそれまではさ、チャーミングトリップの公演とかでやっとるようなさ、えーって割り上げる系の曲だったのにさ、急に最後になってさほんまに面白かった。あれさ、普通はさなんか途中らへんに差し込んだらいいんやと思うんですけどさ、そうどうしてもなんか最後にやってほしかったみたいな感じでからさ、そうせっかくなんかチャーミングトリップの曲で盛り上げて、そう一番最後はなんかもうめっちゃみんな真顔で終わる、笑ったらいけませんよみたいな曲で終わるみたいな、なんか超シュールやったけど面白かった、ね、笑ってしまったかもしれない、どうしよう、まあいっか。イヤホンイヤホン。そうなんかめっちゃね、めっちゃ笑顔ではいはいって盛り上げてからの一番最後はなんかもう絶対に笑ったらいけねえよみたいな曲で終わるっていう。もう危ねえ危ねえ。そう、しかもね、一番最初というか一番最初先頭におるんよ、一列でから、チュン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 、一番笑いそうで怖い。あそこが一番無理。
そう、一列でさ誰かに隠れれるならいいけど一番前なんですよ、なぜか。一番無理。笑った。こんばんは、こんばん。そっからみなみちゃんとそう、あの目を合わせながら回るところも無理やし。本当にさっきまで笑っとったのにさ、急になんか曲調変わって急にさ笑ってはいけないみたいな始まるんよ。怖い怖い、どうしよう。みなよし、あ、そう、ケツバットされる、絶対何回もケツバットされると思う。笑ってしまうぜ。目合わせたらあるでしょ、アイコンタクト取ったら終わりだよね。誰でも笑ってしまうぜ。お、だるま、ありがとう、いとちゃん、ありがとうございます。こんばんはです、こんばんは。ねえ、でで。俺おったらアウトだ、楽しそうやな。めちゃ大爆笑してて怒られる後で。おいって何笑ってんだ。絶対怒られる、絶対怕られるぜ。笑かさないようにエゴ真顔で見えな。そうやね、いやそれも笑ってしまう。あの人が真顔で見ようっても笑ってしまうよ、面白くない、シュールすぎやろ。ウィッチイズウィッチが最高に嬉しい、ウィッチイズウィッチ。Which is which is which 踊りたい。Which is which which is which と踊れるかな。鼻づまりになったんですよ急に。急に鼻づまりになってどうしたらいいと思いますけ。キシキシュー。急に鼻づまりになって。急に鼻づまり、花粉症、そうなんかな。でもさ今日雨だったよね、雨だったら花粉って飛ばんなんじゃない。分からん、花粉飛んでた、鼻づまりだ。待って、なんかトゥルルルルルルトゥルルルルルルル、こんな低い星を見てのばさ、あったかい日は花粉飛ぶから、え、今日飛んでた、雨の日は花粉が少ない。少ない花粉に反応するんかよくわからんねん、アホやん、私の体ってアホ。何かしらの花粉一年中飛んでるらしい。そうなん。こんばんは、こんばんは、こんばんは。岡山着いたら寒くて上着が、え、今日は寒かった、なんか雨アンド寒いアンドって感じだった。繊細繊細、私やっぱ私 A 型だし、やっぱり心は繊細、優しくしてよね、ヘイヘイって感じかもしれん。鼻がナイーブだ。どういうこと、ナイーブ。笑ったんだが、風強かったね、確かに風強かったね今日。しかもね、聞いてください。聞いてください、岡山駅にねすごいねポリスがいっぱいおってびっくりした。今日岡山駅通って帰った方見ました？そう、ポリスがいっぱいおった今日岡山駅に、すごかったよ。ポリス、そう、なんでおるんかわからなかったけどポリスがいっぱいいた。へえ、ポリス、ポリス。誰を捕まえに来たんやろ。絶対コウコちゃんやろって言ってた。絶対コウコちゃんよ。笑った。そう、みんなでね、あの帰みんなでね、そう広島に帰らんといけんのにね、あのコウコちゃんがね、あの岡山イオンでもいかんとか言ってくるんですよ。そう、岡山イオンでもいかんとか言ってきてるから、そう、とりあえず新幹線のチケットだけもらって、とりあえずチケットだけもらったら、あのそう、いつでも帰れるじゃんみたいな。とりあえずチケットもらって、あのちょっとトイレ行ってきますとか言って、
って抜け出すみたいな。そう、超悪いこと企んでたコーコパイセン、そう、それをチクります。それをチクりに来ました。コーコパイセン、え、ね、イオン近くていいですね。岡山イオン行きたかった。確かにコーコパイセンと、はい、そう、ちょっと先行っててくださいとか言って、とりあえずチケットだけもらって抜け出すみたいなこと企んでたんですよ。そう、そしたらね、なんか知らんけどね、アリちゃんがなんか言ってきてくれ。そう、あたいは見張っとくけ、アリちゃんが言ってきてくれみたいな言ってから、そう、絶対あのアリサだけ取り残そうとしたんですよ、カワカチを。そう、アリサだけなんか行かせてから、自分はもうなんか知らんげに。そう、改札入ろうとしてからね、そう、ぼっちにさせようとしたんや、こう、おばちゃん悪い。ほんまポリスに捕まえてほしかった。ポリスに頼めばよかった。パイセンずるいよな。そう、イオンに行きたいんか行きたくないか、よく分からん。どっちやねんって感じやない。ほんまにおもろい。はしご、はしご外す、はしご。どういうこと。岡山イオンにたまにモニターにありたいる。嘘、なんで。モニター、来たよ、覚えてる。おー、ありがとう、あやちゃん、ありがとう。広島にイオンあるよ。イオンぐらいありますよ。岡山のイオンモールに赤リップあったな。嘘、赤リップ、赤リップ欲しいな。いて、ソレイユ、ギヨン、確かにギヨンのイオンとソレイユと、あとどこにあるん。でっかいイオンはそんぐらいじゃない。ちっちゃいイオンならもっとあるけど、広島もいっぱいイオンあるよな。イオンはあるやろ。イオンはあるよ。アリちゃんいつもコスプレみたいな、どういうことですか。待って。どういう意味、ちょっと教えてくれ。どこがコスプレ、真っ黒よ今日。バリおもろくない、いつもコスプレ、どういうこと。今日真っ暗やで。うん、マリーナコスプレ配信でバズるさ。ウケるんだけど。なんでダメやったん、あのキャラクター。何のキャラクターやったん、あれ見たけど分からん。アリサアニメ知らんから。あらた、かわいそうにマリーナちゃん。鬼滅のコス、あ、鬼滅なんですかあれ。へえ、かなおちゃん。まあ、あれな、かなおちゃんの番は。ダメなんやね。なんでダメなんですかね。なんでダメなん、かわいと。鬼滅ブームすごいね、確かに。鬼滅バンされる。バンする人はどういう気持ちでするんやろ、もうね、あの楽しくさ、コスプレしてさ。で、配信のためにさ、あのコスプレ着てからさ、メイクしてからさ、配信ボタンポチッと押してさ、楽しくこうおしゃべりしようのに、一つの画面に向かって、一つの端末にね向かってさ、一人でワイワイおしゃべりしてんのにさ、それをボーンって取り消すなって。どういう気持ちなんでしょう、もう怖いわ。私は怖いです。そう、どうしただってさ、もしかしたらさ、気づかないわけですよ。そう、アリサもなんか気づかないもんだって。そう、ここでもしさ、バーンされたとしてもさ、もう一人でこう喋り続けておるけどさ。そう、そんなこと気づかない、なんか。そう、確かにコメント止まるしさ、あのここの視聴者のところがゼロとかになるじゃん。でも多分気づかないよ。気づかない、普通に一人で喋ってるんですよ。だから本当に面白いよね。分からんよ、バンされても分からん。だって画面はついてるんだもん、このショールームの画面は。そう、そのままなんだから。さっぱりと分からない。
悲しい、気づいてよ。全然気づかれないんだよね。そう、バンされましたよ。出てこない。もうそう、なんか配信をさ、自分で配信終了と押したらさ、ここのアバターとかもどんどんポーンって消えてから、自分のアバターがセンターに一人取り残されてる感じの画面になるんですけど、そう、なんかただバーンされた時は全然そんなことない。みんなもここにおるし、みんなのアバターここにおるし、コメントは止まるけどそう、そんな気にせず喋り続けたとは分からんし本当に悲しいよ、悲しい現実悲しい現実鼻歌でバンド、そうなん、怖い、厳しいね、ショールームの監視さん、キビティバン経験したことあるよ、そんぐらいありますよ。気づかない。お、ふーちゃんまん推し、だるまありがとうございます、嬉しい、さとみたるさん、ふーちゃんまん、バーされたことあるんだ、詳しいね、ありますよありますよ、かおちゃんもかおちゃん何したん、ショールーマーのかおちゃんすごい、何したんショールーマーの、ショールームのルール全部分かってそうなのに、さすがや、おもろい、クッキー2人ありがとうございます、嬉しい、独り言言ってたって言ってたのか、そうだよ、そう、独り言だったよ、ずっと音楽爆音で流してたバンされた、あーね、なめらしいね、なんか厳しい、難しいよね、なんか自由な配信かと思いきや結構ルールあったみたいな感じだよねゆかちゃんの生誕祭の配信終わったから来ました、生誕祭だったんですかゆか様、昨日じゃないですか誕生日昨日やん、待って合ってる、今日がセンター祭だったんですか、昨日が誕生日、大してないです嘘やん、マジマジえ、あ、今日やよ、今日、え、嘘、誕生日今日ですか、ゆかちゃん、マリさん15日に名前書いてるけど、これ間違いこれ間違い、あ、ゆかちゃん誕生日16なんですか、兄弟、あら、そうなんですか、もうよかった、嬉しい、じゃあ今日が終わるまでには LINE します、あ、今日、あ、よかった、なんで15日に書いてるんだろう、怖っなんで間違えてんだ、調べたら今日は本当よかった、小木のゆか様誕生日だそうでございます今すぐ LINE して、今すぐなんでそんな汗からすゆきりんさんが歌ってる、見てる、見て、見た歌番組でね、ななさんと峯岸みなみさんがもう歌ってるの見ました、 LINE してる、小木ゆか様の LINE を知ってる、イエーイ、いや、鶏肉？鶏肉に出てた、どういうこと？鶏肉？めっちゃ歌番組見ながら一緒に歌ってたの。そう、めっちゃ歌ってた。あ、クイズ番組は、クイズ番組か。ネモースが始まりは、ほんまや、ほんまやね。ネモースイモースが始まりますわ。まゆさん宴出なくなったんで、そうなんですか、でも前出てたよね、くれない歌ってたの見たよ、くれないにそうまだ
無駄手なの見ましたよ私見たぜ。どっちの岡田ショーが始まる、おお、え、あれってさ、どっちの番組でやるんですか、あれ、ネモース？だってさ、あれだよね、なんか最強コンビみたいな、まだあれだよ、やってるよね、最強コンビってまだ終わってないよね、イモースでやってたあの企画。今日はネモース、おい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 、あ、1時間おいおいあ、そういうこと、なるほどなるほど、そういうことか、うん、鶏肉って何の肉って言えばどういうこと、鶏やろ、鶏肉って何の肉、鶏やん鶏肉言うといけ、鶏に決まっとるよ、何言ってんだってめっちゃおもろいその番組、何それ、最強コンビは一回休み、あ、そうなん、へー、何の鳥か、何の鳥か分かる？鶏鶏鶏コケコッコ、うん、トゥ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 、おこてるおこてる、峰足おこてる、ワイ、あ、翼の折れたエンジェル、ナナさん歌ってたやつですか、聞いたことなかったあれ、初めて聞いた、うん、あれはどのぐらいの年代の歌ですか翼の折れたエンジェル、見て、うん、知り合いは早稲田行く天才なのに知らんって言ってたけど、え、じゃあアリさん早稲田行けるかもしれない、東大、東大も夢じゃない東大も夢じゃないかい、へー、中村あゆみさんは顔が分からん、いけるいける、ありがとうございます、東大いけるかもしれん、ジーバー世代うそー、もっと勉強しなければ、もっと勉強しよう、夏メロ夏メロのプロになりたいイエーイ頑張れ頑張るめっちゃハスキーボイス、うそ、私変、なんかさ、うん、やっぱ花粉症になったんかなこの今日の雨の少ない花粉にやられたんかな、かのんちゃんに教えてもらう、かのんちゃん勉強してるらしい、かのんちゃん中学校の英語学んでるらしいから教えてもらいたいな、うん、明日からくしゃみで花粉症になったかな、チュッティッチュッティッシュ早顔、まあ、パッ、うん、はい、声変わり、声変わりは嫌やな声変わり、でもさ、なんか声枯れたら焦るよね、なんか声枯れるたんびになんか半音ずつなんかキーが下がってる気がするわかる、半音ずつなんかキーが下がっていく気がする、うん、1985年に発売された、発表された曲、80年代の曲か、80年代わからないね、あんまり、90年代80年代の曲か90年代の曲かも分からんけどその曲は知らんかった、うん、今日俺もめっちゃやばいんだけど、嘘マジ、やっぱり、え、なんで雨なのにやばいんやと思う、おかしいね、雨だったらさ、あんま花粉飛んでないって聞いたことあるのに、おかしいな、うん、声変わり自分で分かる、声変わり自分で分かるよ、多分毎日そばかす歌ったらわかるかもしれん毎日そばかす歌うね、そばかすのもう高いとこがね、サビが出なくなったら、歌えなくなったらもう私は終わりだ終わり、毎日そばかす、そう、そばかすのサビ歌えなくなったらもう終わりだ、多分高校生卒業したらもうそばかす歌えんと思う原曲キーでは2個下げなきゃそう、2個下げてから歌わなきゃ、多分もうダメだね、
マジでユキさんすごいですよね。ほんまにすごいと思う。だってさ、アリサでもさ、あの原曲キー、原曲の高さでフルでは歌えないんですよ。だからあれさ、もしさファイナリストライブでさフルで歌ってくださいって言ったらどうしようかと思って、もうドキドキする。あれね、2番も歌ったらね、もうきつすぎて、高すぎて高すぎてきつすぎてって感じなんだから。そう、しかも2番難しいんよ、そばかすって。そう、1番はまあアリサでも歌える感じやけど、2番になったら急になんかレベルが上がってからもうオーマイガーって感じ。そう、2番鬼よ。みたいな。広島花粉やや多いになってる。嘘。なんでやや多いん。やられた、花粉にやられたぜ。夜明けのミュウめっちゃ好き。嘘、嬉しい。夜明けのミュウね、嬉しいです。キョンキョンさんの曲は学園天国でもまたね歌えて、キョン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 ファンなんで、キョンキョンファンなんで、ありがとうございます、よろしくお願いします。涙の数だけ強くなれるよってキョンキョンさんの曲でしたっけ。違う。あら、違ったっけ。涙の数だけって誰でしたっけ。んえ、キョンキョンさんには誰、違う。全然違うね。あれ誰、あれ、岡本さん、まやさん、全然違った。あれ、そう、全然違った、ごめんなさい。全然違ったわ。まやさんか。お、みち先生ハートありがとうございます。まよさん。まよさん、まよさんか。あ、なんてったってアイドルね。なんてったって、なんてったってアイドルにしようか迷ったんです。でもあれは難しいね、なんてったってアイドル難しいくて歌えなかった。まや、まや、まよさん。木枯らしに抱かれてわかる。切ない片思い、あなたは気づかない。これはさ、あのポカリの CM になってない。そう、ポカリの CM だからなんか馴染みない、あるよね。キャッツアイわかるよ。見つめてキャッツアイ、なになに、キャッツアイ、なに、色に光る、なになに、キャッツアイ、でででで、キャッツアイ。わかるよ。広瀬香美さんの歌はわかる。広瀬香美さんは結構好きよ。ゲレンデが溶けるほど恋したいとか、あと曲名わからない、ちょっと待ってよ。絶好調真冬の可愛いとか、待って、それしか出てこわ。何があったっけ。聞いたらわかる、聞いたら結構知っとる。広瀬さんの歌は Tomorrow 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 I love you Tomorrow Tomorrow って曲なんかいっぱいありすぎてわからんよね。ミュージカルのやつもあるし、 Tomorrow、何があったっけ。涙の数だけもトゥモローか。あとなんかさ、学校でなんかめっちゃ歌う曲もあるよね。めっちゃ合唱、合唱のトゥモローも悪くない。何やったっけ。アニー、アニー、そうそうそう。あー、トゥモロー、トゥモロー、I love you トゥモロー、明日を、うん、ロマンスの神様。ロマンスの神様は待って、どんなやつだっけ。絶好調がゲレンデでしょ。ロマンスはあれだ、あれだ、あのロマンスの神様この人でしょうか。それだ。あと何がある。愛してる。なんかめっちゃ頭にある、なんでや。道先生、いいね、ありがとうございます。タッチタッチタッチ
UFO ドロッとピンクレディーやんピンクレディーさんやん。ピンクレディーさん結構わかるよ。ピンクレディーさんはあとセクシーとか、あなたはセクシー、なんとかなんとかかけだだだうよ、もうあなたにあなたに溺れる、うん、あ私ピンクのサウスポーもしてる、ピョロロロロロピョロロロロロ。ザードザードさんはあれじゃない、あのフレンズ、え違うか、それはレベッカだあれザードさんの歌はなんか歌ったことある、何があるっけあれなんだっけ、オリビアを聴きながらか、曲名は聞いたことあるぞ。デザイアーデザイアー歌えたらやばいよね、うわんオンマイオン。ペッパーケーブ、あケーブペッペッパーケーブわかる。デザイア負けないで、あー負けないでか、それだ。揺れる思い、あ、わかる。揺れる思いってやつ。ラララジュー。デザイアは、わかるよ。get up, 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 バニラって私、バニラで覚えてる。get up, 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 バニラチャ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 。バニラじゃないけどなんかそんな感じだよやりきれないほど退屈な時があるわ、なななと言っても。ドリカムさんね、ドリームカムトルー、ドリカムさん。バニラバニラ、あそうだよ、24時間テレビのマラソンのやつだね、負けないで、そうだ負けないで。ペッパーケーブ、ペッパーケーブなんか踊れるよ。あれさ踊ったことある。ペッパーケーブみたいな。邪魔をしないで。ペッパーケーブ。私たちこれからいいところ。あとウォンテッドも知ってる。そう。ウォンテッド。ちゃ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 。そこら辺の曲年代じゃない？違う？私の胸の鍵を壊して逃げていった。私はどこにいるのか。いや分からん。盗んだ心なんとか。知ってるよ。大阪ライブ最高、知ってる、わかるわかるわかる。それね、移動中のロケバスでね聞いてたらミュウミュウに笑われたもん大阪ライブ知ってるその時中学生そう全部踊るらしいよ、ありちゃん若いのになぜ笑った。ペッパーポリス、ペッパー警部ペッパーポリス。みち先生、だるま、ありがとうございます。40歳、50歳、そんなんいかん。大阪弁を、なんて、どないだっけ、上手になれへんし大阪ラバー、どんな、あれ、リズムどうやってっけ。大阪ラバー、ちょっと待ってよー逆にもう最近の曲がわからんのよ、アリサは。何度ここへ来てたって思い出した。何度ここへ来てたって大阪弁は上手になれへんし、楽しそうにしてたってだ。なんとか忘れた。気が遠い大阪みたいなやつね僕より年上の可愛い子がやめてよ。私
君は綺麗だ、知ってる、君は綺麗だ、何それ、ちょっと待って、何、どんなの曲Goodbye my love、 なんとかなんとか、知ってるよ、 Goodbye、 違うなれへんし愛してるのサイン、ドゥ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 、え、それは結構有名だよね、未来予想図2か、未来予想図2、ヒゲダンさんか、わからん、ヒゲダンさんは知らんオフィシャルヒゲダンさんかなんか歌唱力の時も歌ってたよね、あの明慶さんがソロで歌ってたあの曲は、なんか聞いたことあったけど、そう、聞いたことあるって感じだったわ。決戦は金曜日、あー、決戦は金曜日はあの決勝大会でリッセン愛理さんが歌ってて、あー、知った知ったって感じ。あれなんかむずくない、決戦は金曜日なんかむずくない、あの曲、びっくりびっくりだぜ。歌ってたね、そう、アリサの前だったから超覚えてる、超緊張しながら聴いてたむずくないあの曲、すごいですね。同い年でどうしてもいいですか、ぜひ、ひよりちゃん嬉しい、イエーイ、中3コンビ嬉しい、ひよりちゃんありがとう。ブレーキランプ5回踏むのやったもん少しやば愛してるのサイン、ずっとなんね、あいみょんのライブ行ったけどすごい、マジやば、いいね、あいみょんのライブいいね。高井さん、わからない、プリンセスプリンセスわからん、プリンセスプリン、キャンディーキャンディーなら知ってるよキャンディーキャンディーなら知ってる、そばかすなんて気にしないわみたいな、鼻ぺちゃだってだってだってお気に入り、キャンディーキャンディー読んでたよ、アニメは知らんけど曲は知ってるんですよ曲は知ってるんですよ、そう、え、やすす先生の嫁だよ、え、嘘、そうなん、イントロクイズみたいな感じでさ、なんか歌詞当てクイズみたいな、この歌詞の一部で曲を当てろみたいな感じになってるおもろい世界で一番暑い夏、聞いたことある曲名は曲名、キャンディーキャンディー家にあるすごい面白い、ベルサイユのバラ今日はダブルピン、そう、ピンをつけてみました、フォーテッドグループで好きな曲はいっぱいありますよフォーテッドグループで好きな曲はいっぱいあるわ、 STU48 で好きな曲もいっぱいあるけど、そう、 STU48 ででも今んとこ好きなのはあのね、無謀な夢は結構めっちゃ好きなんですよ、ガチ で一瞬のスリルもマジでよくてもちろんウィッチーズウィッチも好きなんですけど、あとはね、一杯の水も結構好き自分歌ってないけど一杯の水も結構好きだよキューティーハニーわかる、テテ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 テ、このグル流行りの女の子、お尻の小さな女の子、こっちを向いてよハニー、歌いたいなそれ得意よ、だってなんだか、だってだってなんだもん、タタタタ、お願いお願い、倖田來未さん、そうだ、一杯の水歌ったし、嬉しい、一杯の水好きだよ、パルトのパルトパート歌ったのかパルトパートスクール時代の夏メロめっちゃ歌ってたよ、
やでもね、そうやん、なんか自分が歌ってたってよりかはなんか人が歌ってたのを聞いて、おおって感じ覚えたって感じやない。アリサが歌ったことあるのは初めてね練習したのは花車って歌なんですよ全然夏メロじゃないんですよ。花車はあの広島のフラワーフェスティバルとかよく流れる花じゃないわ違う、花車はなんか輪になるだ、輪が花になる、回れ輪になれ回る地球はみたいな花車を歌ってそう、あれ知ってる？結構学校での学校のね音楽の教科書にも出てきたことある、小学校の。そう、それでね、あ、めっちゃ思い出があるんよ。そうだけあのねクラスでね、あの花車がね教科書に出てからね、なんか花車知ってる人みたいな感じでね、ほーいってこうなんか教科書見ながら手あげたいよ、私知っとるわみたいな感じで、みんなあげるやろみたいな感じで手あげたらさ、えみたいな、一人だけでさそう、一人しかおらなくてからさ、おお、みねおさん知ってるんですかみたいになってから、なんか本当はなんかこのスマートフォンから流そうとしたけど、ちょっと歌ってもらえませんみたいに言われたことあるもん。無理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 もう超恥ずかしかったな、覚えてるもんマジであれはあげんかったらよかった、ほんまに。そう、周りを見ずにあの普通に教科書見ながら、これ知っとるみたいな手あげたら一人だったんよむちゃ無理やばくない？ちょっと先生のスマホからちょっと音楽流そうとしたけど、ちょっとな、あ、歌ってもらえませんみたいな、はぁ無理だわって感じだよ、ほんまにあれはやばかったそう、積極的に手挙げて失敗したあの話そう、あれはおもろかったわ。こんばんは、こんばんは、アリコンはそんなとこで開催せんでも歌ってない、実際もう無理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 って言った気がするそうある意味限定で限定あの時はもうやべ、超覚えとるもんあとは上を向いて歩こうとか歌ったことあるよ上を向いて歩こう上を向いて歩こう、ちょっと元気づける感じの曲、キューちゃん坂本九さん、そう歌ったことあるわ。あとはあとなんか記憶がないよね、そっからあと何歌ったやろ、あとはあのジェニーをご機嫌なのっていうその動画探したら出てくるんですけど、これはこのジェニーをご機嫌なのじゃない曲はあのソロオーディションで通ってないから、そう一人でステージで歌ったわけじゃないからないんですよそうオーディションで歌ったけど落ちてるから下手すぎて、歌が下手すぎたんですそうジェニーご機嫌斜めはもう通った、なんか何枠か分からんけど通った曲で、そう、あ、パフュームさんも歌ってるの、そうジェニーご機嫌斜めすごいよね、ジューシーフルーツさんの歌なんですけど、ジェニーいやなんか歌唱力って感じじゃないよね、歌いたいリベンジというか、なんかまたね小6の時に歌ってるから、あれ3年越しにというか3年後の私バージョンみたいな感じで歌いたいけど、 Perfume 姉さんも歌ってる、そう Perfume 姉さんバージョンもあるあとはね何歌ったかな、ま結構幅広いね結構幅広く知ってるよ、そうどんな曲でもやった、なんかね演歌とかも挑戦したことあるもん、アジアの海賊とか歌ったことありますよ坂本冬美さんのアジアの海賊知ってますか、風を吹け我が人生にいやあれはマジで死んだ地獄やった、絶対これ歌わせてもらえんやろみたいな感じのメンツで
そう、なぜか私が入っててみたいな。そう、結局バックダンサーだったんですけどねバックダンサー役やったんやけど、そうのた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 、そいや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 、123で大逆転、宝島へと船を出せ、ドルルルルルル、何それ、アジアの純真純真合ってる糸糸ね、糸津軽海峡冬景色わからん、わからんぜ、歌声に呼ばれそう歌声歌声覚えてるのすごい、ほんとてってって、あと何やったっけね、初音ミクさんの歌とかもやったことあるもん一触即発電ガールって知ってますか、なんかすごいね早口の曲なんですよ、超早口でね超焦った、こんなの歌えねえよって感じだったもん、一触即発電ガールっていうね、タラッタ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 ッみたいな、東京特許教学局局長みたいなはぁって感じ、もう超むずい、東京特許教科局局長オリコン狙いでアイドル育成そういえばちょっと小腹も空いたし銀座でスイーツを食べましょう、どこどこどこの太鼓のリズムに合わせてドクチョ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 イエ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 イめっちゃうざいやって、暇だった暇の時あったら聞いていてくださいほんまに、しかもその時めっちゃあのめっちゃね、あの顔が丸くてね、そう顔が丸くてパンダのね、あのパンダの衣装着せられてね超可愛くないんですよほんまにやばい、ほんまにやばいよそう超顔が丸くてパンダの衣装着てからなんか全然可愛くない、なんか鼻のここにパンダになれるようになんか黒く塗っとるし、ひげも描いてるわ、なんかあひげ描いたっけな、忘れたけど、そう鼻をここに黒くしてなんかひげ描いた気がする、でパンダになって踊ってる、全然可愛くないっけそうそれは見ん方がいいけど曲は聴いてみてほしい、面白いそうほんまにやばいメールで送ってないよないよそんな写真も持ってない持ってないぜよ、あれはほんまにやばい、蜂の時もあるもん、ありさ蜂時代もある、蜂にもなったしパンダにもなったし、やばくない、忙しいほんまに忙しい、キノコにもなったことあるし、ほんとにやばい絶対可愛いし、顔絶対ほんまに可愛くない、そう絶対可愛いやんって思うやん、ほんまに可愛くないけやばいよほんまに可愛くない、マジでほんまにやばい、キノコになった時もある、ミチのちびまる子ちゃん、え、あれめっちゃ可愛いや、ミチのちびまる子ちゃんマジで可愛いや、キノコ時代下積みキノコの時は何歌ったのかな、あのねあれだ、木村カエラさんの曲だった、ぽっちゃりぽっちゃり一緒に踊ろう教えておくれよみたいな、その時ねチホンヌも一緒でからね、チホンヌはお姫様役だったんですよ、そうすごい、チホンヌはお姫様役なんだよ、アリサキノコやけなんでって感じなんでなぜって感じ、ほんまにマリナは思った、その時マリナはウサギちゃん役だったんですよ、そうマリナウサなんかお姫様と森の動物たちみたいな感じだったけどチホンヌがお姫様で赤いドレス着てマリナウサギでアリサキノコよはって感じじゃない、なんでキノコもうよくわからないわキノコ役はもうよくわからなかったですね、なんかベレー帽、茶色いベレー帽にねなんかブツブツみたいな水玉の柄つけてねキノコになったキノコでなったんです、そう人ですらね、動物でそれな、動物でもなただの植物や植物や、私キノコでなんかずっとこんなダンスしてた、ツン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 、はい
やかった、面白い、面白かったわ。あとね、赤パプリカにもなったことある。これこそAKB さんのさ、野菜シスターズあるじゃないですか、野菜トマト人参ってやつ。そう、あれの衣装っぽくしたやつで、曲は違うんですけど、曲は世界一ご飯っていうそう、世界一ご飯っていうなんか可愛い曲だからね。アリサはまゆゆさんになりたくて、そう、まゆゆさんがなってた赤パプリカを衣装ね作ってもらったことあるんよ。そう、何パプリカみたいなスカート、そうパプリカ履いてますみたいなスカートと、ここにパプリカのヘタみたいなつけてから、そう、白い服着てからね、パプリカになったことあるんよ、まゆゆさんみたいにそう、パプリカスカートパプリカじゃない世界一ご飯好きよ、知ってる、世界一ご飯ママが作ったご飯ってやつ野菜シスターズを ST で復活させるしか。いや、あの衣装着たい、なんか本物が着たいな本物のあの野菜の衣装着てみたい。トマトとかすごくない、凝ってるよね衣装。トマトは前田敦子さん。ゲイじゃない、キノコやる、ほんまに嫌よあのキノコは。キノなんかさ、かぼちゃパンツみたいなあったじゃん、キノコなのにかぼちゃパンツ履いてからよくわからなかったよくわからん格好してたわあっちゃん、トメイト、パンプキン、パン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 プキン、パンパンパンプキン、謎のコンセプト謎のコンセプト、キャラで渋滞したそれな、それ何語です。コウコちゃんの配信始まった、嘘、なんか確かにいっぱい通知来たようん、2周年の年表になかったぜそんな細かいこと書かんよ笑ったハロウィンパーティーだ確かにハロウィンパーティーやな。他にね、なんかなんとかなんか面白いのなかったかな、衣装ね、ほんまにね面白い衣装ばっかり持っててね、そう、よくわからんかったよ本当にそうね、他になんかなかったかな、忘れたわ。なんかね、キッズクラス、なんか小学校上がる前、4歳とか5歳とかの時はなんかダンスだけだ、ただ踊ってたんや楽しく。そう、その時はなんかナースの衣装着てたことある。あれはほんまに可愛かったの、あの時の私は可愛かったよそう、ナースの衣装着てたの、水色で、ね、エプロンみたいなのつけてから、そう、ナースの衣装着て何の曲歌ったかは分からんけど、あの時の私は可愛かったなでもそっからパンダとか着とる時代はちょっとマジで可愛くないマジで可愛くない、うん、ぐるぐる回せ洗濯機洗濯機とかやってた、なんか洗濯の歌みたいななんだな、ぐるぐる回せ洗濯機洗濯機って踊ってたんですよ。それは歌ってないわ、踊ってた気がするやくない、洗濯の歌よ、洗濯の歌いつもか、嘘、いやだけど、なつこちゃん来てるやん、ウエティ4歳の時はキドが年齢上がったナースだから、逆なの、そう、逆なの、ナースコスプレ持ってないな持ってないねあ、ポリスのコスプレとかも、そうだ衣装で使ったから持ってるんですよ、ポリスのやつね。あれは何やったっけな、ランデビデビランランだった気がする。トゥ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 、ランデビデビランラン、逮捕された逮捕しちゃうぞ
って。アリコンに、あーアリコンに、アリコン、アリコン早く開催したいね。なんかセトリスト、セトリスト、セットリスト決めたいわ。アリコンだったらね、なんか AKB さんじゃない曲もねありだもんね。うん、セトリストは違う番組だ。なんかね、そうランデビルランっていう曲があるんですけど、その曲ね、なんかすごいね、あのかっこいい大人女子な感じの歌なんですよね。そう、それなのにね、なんかアリサのソロパートの歌い分けがあってね、なんでと思、なんでやと思ってね見てみたらね、なんか曲歌じゃなかったんですよ。そこだけなんかセリフみたいなところでさしかもねセリフがやばかった。治らない病気ね、お気の毒にさよなら、こっちだってバカじゃないわってやってたんですよやばくない？いやびっくり、ほんまにおもろかった。ゆでびらん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 みたいな、私なんて、私なんとかなんじゃない、へえみたいな、めっちゃ大人っぽい歌なのに、そうアリさんの歌い分けのパートはセリフのとこだったんよそう、でもソロで歌えるとこもらいたいよ。そこおもろくない？治らない病気ね、お気の毒にさよなら、こっちだってバカじゃない、わーって超セクシーにやってたのびっくり、おもろい、めちゃめちゃにおもろかったそこってか私そこかって感じセリフ覚えたよ、なんか覚えてるよ、うん、大人パートは高校生になったからあー、じゃあ高校生になるからやっちゃいます。呼び捨てファンタジー来たよ、ありがとう。呼び捨てにしてほしいの、付き合っているみたい、アリコでそれ歌ってください。え、いいねポリスの衣装借りようかな借りようかな、アリサのなんかね2回やりたいよねアリコン2回やりたくない？普通に AKB さん楽曲、 AKB48 グループ楽曲まとめたやつと、あのアリサの知ってる夏メロ集みたいな夏メロ公演みたいな、どう？2回やりたくない？ AKB 以外の夏メロ公演みたいな今の時代の曲は一切入れずに、もう夏メロのだけみたいなそんな公演、1回公演できるぐらい曲 あるから知ってるか2回2バージョン、2バージョン2パターンいいでや普通に AKB グループ公演、夏メロだけ怖えいいね、入っていい？昼と夜で帰るきついな、それはそれきついぜもう頭がおかしくなる。初めて見ます、嬉しい、ありがとうございます。 STU48 の広島県出身、アリちゃんことミニアシャリサです。よかったら右上のハートをしてルームフォローお願いします。ねえ、手遅れ交渉でね一人で手遅れ交渉やる許可もらえるな、確かに確かに大変そうだね大変そうだ。トークも来て、なんかさあれだよね、ソロコンって言ったら、アリサの中でソロコンって言ったら、あのビデオだと思ってるそう、絶対そうじゃない？ソロコンって言ったら、着替えてる間にあの皆さんが見るあのビデオあれがなんか重要な気がするあれすごいね、あのビデオ。地方での時はどんなだったんですか地方でのソロコン見たいんだが、うん、いまだに何したかわからない。私ビデオ、そうだよ、メンバーからの証言、へえ、代わりに MC するからぜひ。じゃあ続いてはアリン家族の皆さんの MC コーナーやばすぎやろ、おもろ。おー、ちゃんこはハートだ、嬉しい、いっぱいありがとうございます。ハート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 、うん、2期生のあんちゃん、ありちゃん、だだで、そうなんですよ、あのそうなんですよ、あの2期生のあの
川端アンナちゃんと会いまして、そう街でね、あゆみと待ち合わせしてて、あゆみ待ってたらそう会った。可愛かったぜ。うん、アリサ推しメンアンナちゃんかもしれない。可愛い普通になんか可愛い、好きやわ。推しメン決まったかもそう、なんかまだ全然話せてない、コミュ障すぎて話せてないんですけど、可愛いね、可愛い、性格も好きかも、ナチュラルな感じでナチュラルな感じでなんか近寄りやすい近寄りやすい感じがある、好きやわ、可愛い。ダメですよ。それは決まった。あ、なんかサトさん見た気がする。アンナちゃんルームでなんか見たぞ。なんか見たぞ。私なんか見たぞ。画面が。わかるかわいい。イエーイ。かよちゃんハートありがとうございます。村重アンナさんも好きですよ。ごめんがごめん見たぞ。リリーが前そうちょっとなんか、あ、アンナちゃんやってるや、カラオケ配信しなかったっけ、なんかちょっと見たら、んなんかアリサの歌唱力アバターがおるぞみたいな、見たらサトさん、なんか聞いたことあるなんか見つけてしまった気がする。分からん、あれは寝ぼけてただけか、私が私が寝ぼけてただけかもしれない。ミネオシカでチャンコチャンコチャンコ、完成一瞬見てみただけ、一瞬ね、全員見てる、あ、そうなん、楽しい、さすがや、チェックよな、チェックやわな、監視じゃないですよ、ちょっと見てきただけ、ちょっと見てみただけ、アンナちゃん可愛かったなーと思って、ね、アンナちゃんコッコちゃん推しなんでしょコッコちゃん推しだよね、だからアリサ、アリコッコ推しに なってもらえるようにちょっと頑張ろう、ちょっと頑張りますアリコッコさん推しって言ってもらえ、ちょっと頑張るわファイト、アリ楽しいか、うれぴー、うれぴーよ、アリコッコ足そう、なんか普通にココちゃんの握手とかね、ならん、長の子来たことあるって言ってて、マジか強くない、それは強い、すぎょい、アリコッコ足アリちゃん最初に見てココに気移りした、どういうこと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 、えココちゃんお住まい私だったんですか、違う、そういうことじゃなくて嘘、ショールーム配信アリちゃん先に見てたらしい、え嘘じゃん、どういうこと、私をと通過してからのコウゴちゃんそれはピエン、ちょっとそれはおこですね、それはおこ案件です、せっかくアンナちゃん推しになろうと思ったのに、推し地味に推し、推しにもなってないってことでしょ、一瞬見ただけで推しではないでしょ推しになる前にコウゴちゃんに行かれたってことか、ピエンピエン、聞いた配信で告白、嘘やめてよ川本ちゃんそれはピエンだわ、じゃあアリサに気持ちが戻るより頑張ります入り口は私、入り口は私やけど推しにはならんかったってことか、ピエン、それはピエン一番悲しいやさ、一番辛いだ一番つらたん、つらたんですわ、通過点、ただの通過点、入り口大事ほんまよな、STU に引きずり込んだのはワイやで、どうかっこいい、ワイが引きずり込んだやワイやわ、多くの DD によって支えられてるので確かにそれはそうだよ、本当に出口じゃなくて出口は一番辛い、ワイのせいで STU 推しやめました嫌よ、あんなの
出口はつらい。お、ふーちゃんまおしさん、誰もありがとう、嬉しい、かっこ悪いから。かっこ悪い、かっこ悪い、へいへい、かっこいい、左利き。イエーイ。もうパンデラモンスターさん、オープンありがとうございます。出口封鎖しよう。オッケーオッケーオッケー。あ、あんちゃんね、あ、スチューデンツ見ましたよ。2期生のスチューデンツ見てから可愛かった。あのタンバリン持ってね、おはよう、朝だよってバリ可愛かった。あれで好きになったよ。チョロチョロだね。私は可愛い、可愛すぎた、びっくり。うん、そう、アリサ2期生のやつモノボケみたいにやってて、チョロだね。そう、あーちゃんの回と福ちゃんの回どっちを見たけど、そう、ちょっとあんなちゃんのやつしかちょっと印象残ってない、ごめん。そう、ほんまに可愛い。タンバリンをここを持ってから、おはよう、朝だよってか、太陽、太陽のモノボケしてても超可愛かった。あれはびっくり。あれはびっくりだぜ。さすらいの旅人マーク、ハートありがとうございます。アリサモノボケ、アリサもしたことあるよ、モノボケね、スチューデンツでね、やったことあるやん。アリサ結構のモノボケ人気だった。そう、あの番組上ではやらなかったんですけど、番組上ではなんかね、くじ引きみたいな、くじ引きでモノボケやる人決めますみたいな感じで、そう、運悪く当たらなくてできなかったんですけど、なんかブルーレイに収録されるかもしれんようなカメラにやった気が、やった覚えがあってからね、そう、めっちゃね、結構好評だったよ、スタッフさんに。そう、結構好評だった。やりたかった、やりたかったというか、もうやりたくないよ、そんなモノボケだって。そんな滑るのもう確定やん、んな。ドーナツはモノボケじゃない、あれは、あれは、あれは燃え台詞や。あれはモノボケじゃねえ、燃え台詞や。おー、安部さん、てっちゃん、誰もありがとうございます。あれは燃え燃えよ、燃え燃え、嘘やん。ピエーン、あれは燃えよ、私の。そう、なんかモノマネ、モノマネでクレヨンしんちゃんの動きの真似したんですよ。みんなさ、普通モノマネって言ったらなんか声のモノマネとかするじゃないですか。それが声のモノマネできる人が見当たんなくてさ、そう、クレヨンしんちゃんが朝起きた時に、そう、床をね、芋虫みたいに移動するやつのモノマネをしたら、そう、それも好評で、それからのモノボケからのでね、そこでね、スタッフさんに完全に面白いやつやと思われてからね、そう、そこでなんかスチューデンツに結構出演する回数が多かったんよ、そこら辺の時期、そこら辺の時代。そうだけど最近は出てない。最近は出てないね、スチューデンツ。ピエ、忘れられたのかな。ピエ、そこら辺の時代ね、今の時代はちょっとないな。ピエン、楽しみにしてて。板倉先生ね、料理企画結構好きよ。でもね、料理の時にね、審判じゃない、日直になったら、食レポもせんといけんし、なんか怪しそうな料理ができたやつも食べないといけないし。そう、美味しそうな料理ができたならもう喜んで食べるけどさ、なんか怪しそうなやつも食べんといかんし、食べにくそうなやつも食べないといけないし、そう、食レポもせんといけないし、どのグループが良かったかって判定もつけないといけないっていう、もう超大仕事やからね。お料理の時は日直はちょっとって感じ。ただ作らせてください、楽しく作りたいね、料理の時は。そう、まずい料理はなかったけど、何言ったっけな、アリサの日直の時がなんか、これもまたいじめられとってから、辛いのがね、そう、そんな得意ではないんですよ、私ね、そんな辛い、
そんなぶっ辛なのは食べれないんですけどね。そう、それなのになんか激辛料理対決の時にね、司会出からえって感じ、これは異例ですかほんまに鷹の爪とかさ、なんかめっちゃ辛い調味料とかが置いてある中、そう、汁なし担々麺もゼロから食べる人がよっ激辛料理対決イエーイやときの司会でちょっと待ってくださいって感じでね。 でも覚えてるよ、ふーちゃんがねいじめてきたんですよ。鷹の爪とかいっぱいね入れたパスタを作ってから超辛いの作ったの、ありさに。そうもうあれはやばかった。バリカ鷹の爪ってやばいね、ちょめっちゃ辛いそう超辛いパスタ作ってね、それも食レポせんといけんかったことはあるそう、あるある。お、ピズさんハートありがとうございます。激辛対決、そうなんよ、激辛対決で人生ミスだよね。激辛が好きな人が司会やればいいやん。あ、これこのいい辛さ出てますね。いや、辛すぎても舌がまひってからさそう、もうなんか3グループ3チームあってからさ、もう3チーム目はさ、もう辛すぎて舌がまひって、もう全然味がわからんかったもんあー、もう味が、え、これ味します？何ですかこの味はもう味しなかった気がするわからんくなった味が面白い思い出だわマヒナ、マヒナじゃないよ、あ、マヒナだマヒナだマキナじゃないよ、だったマヒナだ、マヒちゃん、こんばんは、こんばんは、イエイふん辛いもの食べれるやになって、確かに確かに、髪留め怖い、嬉しい、ありがとうございます。なんかさ、アリサさがカチューシャさ、結構いろんな種類持ってるんですよ。それでなんか自分でさ、なんかプライベート時とかにつけるなんかカチューシャとかをなんかしっくりくるんやけど、衣装のカチューシャがねマジでしっくりこんくてからね、そう今日びっくり、そう今日ねアリサカチューシャが入ってたんですよ髪飾りね。でもねマジでカチューシャが似合わなくてねそう今日はここの前髪をねこうねじねじしてからこう止めてもらったんですけど、そしたらねここがボヨーンってこう浮いてからね、そうマジでカチューシャえって感じ、カチューシャがびっくりするぐらい似合わなくてから、そう新谷パイセンと公開してもらったもん、お願いしますって、ね、いや絶対のんちゃんカチューシャがいいよって、ね、そうメイクさんと一緒に説得して、そうそうアリサがこうでつけてから絶対カチューシャが似合うよ、今日の髪型マジでカチューシャがいいって言ってからさ、確かに今日カチューシャがいいかもなってそう髪飾りは公開していただきましてそうカチューシャめっちゃ似合わない、マジでびっくりするぐらい似合わなかったカチューシャを回避した今日はね、よかったそう大将を納得させたのです今日はメイクさんにもね、ちょっと手を組んでいただいて、いや今日のっちゃん、お、カチューシャがいいよそうでものっちゃんもね、あ、今日カチューシャがいいかもとか言っとったんですよだからもう平和だった、今日平和に平和に生きられたそう私は今日は本当になんかね、普通にさこの前黒いカチューシャしたじゃん、あの時とかもなんかしっくり、まああの時はちょっとしっくりこんかったけどさそうね、カチューシャでね、そう結構持ってるんですよカチューシャ、なのになんか衣装のカチューシャマジで似合わなくてびっくりする、どうしてそう私はカチューシャ要員ではないみたいですねカチューシャ似合わないですね、ガチ5分前ほんまや、やば早いですね時間というものは、うん、大将は新谷パイセンありがたき、それではキャッチフレーズいきます、アリちゃんお尻乗るのはアリアリアリサゴー出航はいありがとうございます、中学3年生のアリちゃんこと峰吉アリサです、イエーイ
ゃちゃついてどこがや、超丁寧よほんまに。じゃあギフト読みます。チョビチョビ様、ポニャラモンスター様、みゃんこ先生様、ピザ様、やすべえ様、てっちゃん様丁寧でしょ。さすらん旅人マー君様、ふーちゃんまん、ふーちゃんまんおし様、バンジャラモンスター様、ケンツー様、バンジャラモンスター様、かよ様、よし様ちゃんこ様、ゆり様、そら通信用アカウント様てっちゃん様、しんしん丸様、みち先生様、ひらつぐ様、糸電話の糸ちゃん様、ふうくん様、はっしー様、いさむ様、ひろしげ様、すけーもん様、ネイビーム様、とりこ坊主様、こまちん様、くりちゃん様、かあ様、かあ様、笑った。ではランキングじゃない、あ、ランキングだ。ランキングを読みますね。13位ゆいちダビットさん、12位マットさん、11位ヒデさん、10位かんちゃん、9位ひげのまささん、8位しんしんまるさん、7位キズナックさん、6位みち先生、5位パンジャラモンスターさん、4位ネイビームさん、3位アムちゃん、2位てっちゃん、1位は1位はドーン、やすべえさんです。ありがとうございます。イエーイそうだ、じゃあちょっと普通だ普通に戻った。イエーイ、ありがとうございました。さまつけでおよマット様マット様サンマサンマって聞く、サンマ様サンマ様バチバチシュキメラシュキメラ、イエーイ今日楽しすぎた、嘘、嬉しい。今日はママキン、ママママキン、クレイジーママキングダムっていうね、岡山県のライブ会場のところで久しぶりにそう行ったんですけど、そこでねハグプロのチャーミングトリップとしてイベントに立たせていただきまして、イエーイ、ありがとうございます。本当に見に来てくださった皆様、本当に本当にありがとうございました。たくさん、そう今日はね本当にね、皆さんにも聞いてほしかったぐらい、びっくりするぐらい、そう、アリちゃんコールが聞こえまして本当にすごかったです。すごかったですね。そう、みなみちゃんがね、そうアリサが新規を連れてきましたよみたいな、そう言ってくれるぐらい、なんかすごかった。なんか最前、なんか 前の方にいたね、 ST 初めて見ましたよ俺みたいな方が、そう、なんで知ってるかわからんけど、アリサコールをめちゃめちゃにしてくれて面白かったです。アリちゃんが新規を引っ張り込んでくれましたよ , 笑った。私は何もしてないって感じそう、本当に嬉しかった、面白かったです。入り口のな、お前よ、入り口の女、話がつながったさすが入り口の女こと峰足アリサでもそこは通過されるから、通過されないように通過されないように頑張りますね。イエイ、そういうコウコちゃんいたから、コウコちゃんにならないように頑張りましょうそれでは、はい、今日もありがとうございました。あ、明日から月曜日なので頑張っていきましょう。明日からも頑張ろう。それではおやすみねおし、バイバーイ。今日はありがとうございました。イエイ。指ハートイエーマイチャラポースキピだぜ。